日産が開発を進めているクロスオーバー SUV、キャシュカイ磁気型。そのプロトタイプの姿をスクープサイト、スパイダーセブンが再び捉えた。より鮮明になったディティールとは、前回と異なるカモフラージュをまとったプロトタイプは、V モーショングリルに偽装パネルを追加しているが、薄くシャープなヘッドライトの上部にわずかながらガラス部分を確認することができる。これは上下2分割されたスプリットタイプ、あるいはデトロイトモーターショー2018で初公開されたクスモーション、クロスモーションのようなブーメラン型ヘッドライトが採用される可能性あることを示している。さらに D ピラーやルーフエンドのカモフラージュが削ぎ落とされたことにより、市販型のルーフスポイラー、入荷されたリアウィンドウ、テールゲートの開口部など市販型デザインが確認できる。磁気型ではエクストレールローグと共有する CMFCD プラットフォームの最新バージョンを採用。ボディが若干拡大されるとともに、よりスポーティなエクステリアが期待できる。またキャビン内では大型のインフォテインメントディスプレイやインフォテインメントパネル、最新のドライバーアシストシステムの搭載は間違いない。パワートレインは E パワーを搭載。三菱アウトランダーフェブからプラグインハイブリッド技術の導入も予想され、それに伴いディーゼルエンジンは廃止される可能性もありそうだ。キャシュカイ磁気型のワールドプレミアは2020年内と予想されるが、コロナウイルスの影響で2021年初頭に伸びることもあり得るだろう。新型車を最速スクープ、スパイダーセブンをチェック。